はい、終わりがけに来ました。本日の最終かもしれないです。はい、恋様です。ラッキーウッキーごよっこー。はい、皆さん明けましておめでとうございます。2023年1月7日大倉池でございます。今年もですね、ここから調校していきたいと思います。これからね、1月2月3月はね、 ODK 続きますよ。皆さんそういう時はね、生ぬるい目でどうぞ応援してください。今年もやっていきます。それではやるぜ。迷わず釣れよ、釣ればわかるさ。ありがとう。はい、1月7日大倉池でございます。私たちね、あの紹介団で、調校の方始めますけど、はい、池の方には生命反応全くございません。そしてね、減衰しております。さあ今日一日どうなってしまうのでしょうか。はい、本日使用する餌なんですけどね、13尺のダントがやっていきます。サナギパワーとセットアップとアルファ21、アルファ21の方使っていきたいと思います。それでは餌の方を作っていきたいと思います。整うまでちょっとですね、コーヒーを飲んでいきたいと思います。朝日缶コーヒー、ぬるい、ぬるいじゃないね、モーニングショット。なんだよぬるいって。今年もぬるいんだろうな。ぬるい。はい、時間の方はね、ちょうど8時になりました。これからね、どんどん打っていきたいと思います。本当にね、一ボールでですね、浮きが動くか動かないかの状態だと思いますので、とりあえずね、同じ場所に打ち込むように意識していきたいと思います。さあ今年も行ってみましょうか。餌つけました。せーの、わっしょい。着弾、そして道へと沈める。そして2023年浮き探しの旅。さあ1月2月3月はね、おおお、なんか動いたぞ。予想見しとったら動いとった。情報によりますとね、誰も調校していないというお話です。邪魔あたりもないわよ。はい、時刻の方はですね、9時20分を回りました。これね、噴水なんですけどね、噴水出てないですね。節水してるんでしょうか。池の水もね、かなり、減少の方しております。2箇所ありますけどね、2箇所とも出ておりません。そしてね、肝心な魚の方はね、まだ釣れてないです。いや釣れるのかな。いやいや心配ですね。ウの方もね、入ってないですね。ということはもう魚がどっかに固まってると考えられます。いやー厳しい。はい、東坊です。今日はですね、2023年1月7日土曜日、大倉池にね、初調校しに来ております。一ボール打ち終わりましたけどね、無反応でございます。さすがだね、野池厳しい。まあしょうがないでね、あの次の餌作るまでバナナ食っていきたいと思います。コストコのバナナで、封開けたらね、あっという間に
シュガースポットだらけ。うん、バナナうま。バナナかよ。はい、今ね池の状態をねちょっと撮影してるんですけど、まあ私ねこの池にかなり長いこと、通っております。やっぱね冬場になるとですね池の水がね濁ってない、これもね一つの原因だと思います。やっぱりね濁りがある方がね魚は食ってくると思います。私はこれも原因の一つですね。まあ一番の原因は寒さなんですけど。はい、餌つけました。せーの、うわっしょい、着弾、そして道と沈める、そして浮き探しの旅。浮きは今日は動いておりません。はい、今ですね、今隣では凄まじい光景が流れております。はい、おお、ああ、いやあ濃いでしたね。なんとかやるとねそれがあるんですよね。はい、本日2度目友人がですね、はい、大鯉を釣り上げております。うわーでかいな。これね夏場だったらねすごいことになってます。まあ冬場でもね動きが鈍くて厄介なんですけど。はい、終わりがけに来ました。本日の最終かもしれないです。はい、恋様です。恋様やってまいりました。さあどうしようさあどうしよう。やっぱね大蔵って言ったらね恋ですよ。もうヘラ釣っちゃダメですよ。切らして切らして、はい、切ります。よいしょ、いいよ、よいしょ、いい切れた。いやー、はい、一本釣りました。いや釣ってないですけど。はい、ありがとうございます。はい、今日はね釣りここまでです。はい、1月7日の土曜日、今日はですね土屋基地の大倉公園まで調合しに来ました。残念ながらね今日はですねヘラブナに出会うことはできませんでした。鯉1本だけでしたね。まあ、動画にはねちょっと映ってないんですけど、実はですね映ってない鯉のすれがね2回やりました。まあやっぱりね1月は難しいですよ。1月2月3月はね本当に難しい季節になります。こんな感じでね東部釣り三昧継続していきますね。皆さんご支援のほどよろしくお願いします。それでは今年もやってきます。いいねと登録をよろしくお願いします。バイ。それではまた来週。